はい、今回またまたですね、誰やねんと。誰かね、君は。エメルソン。知らんな。サイドバックっぽい能力ね、これ明らかに。電気か。あ、左サイドバックなんか。182センチ、結構サイズあんじゃん。86年、あー、引退してるな。知らんな。はぁ。しかしブラジルエメルソンみたいな名前めっちゃ多いな。エメルソンだらけやな。はい、エメルソンさんは現在無所属でももう引退かな。37歳ですからね。左サイドバック、身長187センチなんや。正式はやば。センターバックもやってると。ブラジル代表歴ないと。こんだけサイズあってもなかなかセレソンになれないですね。元々の所属はコリンチャンスのユースやったのかな。で、リール、フランスに行ってるね。あ、リールが長いな。5年いるな。で、ベンフィカ。ベンフィカでもすぐ出てるね。で、トラブソンスポール、トルコか。で、レンヌ。で、ヨーロッパのキャリアを終えて、ブラジル、カエリーノと。アトレティコ、コリチーバ、聞いたことがないようなチームで引退と。いう感じで。なかなか微妙やな。どこが一番と言われたらリールが一番長いかな、最多出場は。あ、そうやな、最多出場はリールやね。リールの疾風かな。はぁ、なるほどね。なかなかっすね。リーグワン95試合。まあ、可もなく不可もなくか。プロ通算211試合やからそんな試合出てんやな。やばいよね。チャンピオンズリーグ9試合。どこの時やろ、ベンフィカかな。やばいな。なんか、かもなく不可もなくやね、マジで。はい。まあ、でも無所属、もう今の段階で無所属ですから、もうさすがに引退でしょ。いやー、なんかこれだけのサイズがあったらね、なんかセレソンとかに呼ばれてもおかしくないのにね。なんかもったいないね。